我モブピ。低気圧やばくね。もう梅雨入りしてからさ、低気圧にやられまくりの毎日です。え、みんなは低気圧いけるタイプの人ですか？モブちゃんめちゃくちゃ低気圧になくて、特に頭がめっちゃ痛くなるんですよね。低気圧マジで辛いっていう動画です。この皮膚が薄いのかな、ドク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 、ここで脈測れるぐらい痛いんですよね、頭が。今はあまり痛くないです。舞台がね、終わって、舞台ってめっちゃ大変だったんですよ。1、2ヶ月間も舞台にしか集中できないみたいな感じで、プラスわちゃちゃんの業務とかいろいろやってたんですけど、一旦ね、その舞台が終わりました。でも舞台の時にサボってた、そのわちゃちゃの例えばデザインだったりとか、いろんな業務が降り注いで、終わったら終わったでまたその忙しい、それも多分だけど低気圧のせいだと思う。こんなにあのモブピーがこんな仕事貯めるわけないみたいな、それもきっと低気圧のせいだな。今モレルアプリで撮ってるからあんま肌荒れ出てないんだけど、めちゃくちゃ肌荒れしてて、実はそう、まあ、自炊ができなくて、で紙皿と使い捨ての金のスプーンを買って、毎朝レトルトカレーを食べて、昼と夜はのお菓子みたいな生活を1ヶ月間ぐらい続けたら、めちゃくちゃ肌荒れして、ちょっともうその生活から脱却したいなと思って、今日から自炊を始めました。まあ、自炊もそんな得意じゃないので、パスタを茹でるところから始めたんですよね。それも自炊第一歩じゃないですか、パスタ茹でも。久しぶりのキッチンすぎて、まさかのパスタ焦がしちゃって、そのパスタ焦げたのも、あ、なんかコンタクトにゴミついてる、これも低気圧のせいか。ねえねえ、コンタクトにゴミついてるんですけど、ねえねえ、これ何のゴミ、ねえ、なんかゴミついてる。目頭に連れて、はい、取れた。何の話してたっけ。パスタ焦がした、そう、パスタ焦がしたのも、もう皆さんご存知の低気圧のせいですよね。部屋汚いのももちろん、最近怖い話をずっと見てて、人生で私一番無駄なものがゴシップとか人の噂だと思ってて、ニュースとかで芸能人が不倫しましたとかも全然興味出ないタイプだったのに、ガーシーチャンネルを昨日からずっと見てて、いや、しかも私アニメオタク極めすぎてて、本当に芸能人わからんのよ、知らんのよ、名前言われても。そう、なんかみんな、え、あの人がみたいな感じで書いてるけど、ほとんど出てくる芸能人ほとんどわかんなくて、あ、聞いたことあるのぐらいしかないのに、ずっとガーシーチャンネルを見てますね。まあ多分だけど、それもおそらく低気圧のせいなんじゃないかなと思います。なんかさ、企画を考えるためにいろんなさ、 YouTuber の YouTube 見てたの。女の子がさ、大量にさ、スタバ3つ4つとかさ、食べ物とかを ここの前に置いて爆食みたいなしてるじゃないですか。あんな細いのに羨ましいなと思った。モブはさ、もう一食一食をに命をかけてるから、取ってきたから、そんな爆食をモブもやりたいな。いつかやるわ、モブも YouTube でスタバ限定爆食いみたいな感じで。やばい、以上だ。動画の主なコンセプトだけ決めて撮り始めて、全部を低気圧のせいにするっていう動画なんですけど、の間に化粧を完成させるっていう緩い動画なんですけど、化粧完成しなかった。低気圧の話題が緩すぎて。ちょっと待ってよ、急いで、どっち、文句言うのが早すぎたのか、私のメイクが遅すぎたのか、どっちどっち教えて。まあいいか、今日はゆる YouTube で。今日はっつってもずっとゆる YouTube 続いてんだが、私の脳みそを覗いてみてとかさ、なんかクソ動画。もうなんかフリートークしますね。耳の穴かっぽじって、鼻の穴かっぽじって聞いてほしいんだけど、まあ私が入ってるグループにとって、すごく大事なライブがあって、7月15日金曜日夜です。野外音楽堂大阪城の近くですね。フルバンドワンマンライブを行います。取り巻きて、もうお願い来て。ま、いや、真夏の
野外のフルバンドセットやばいの。スタミナをねつけて倒れないようにして、そしていいパフォーマンスもしなくちゃいけない、そして集客もしなくちゃいけないっていうこっちの話まあ劇が終わって一段落かなと思いきや、なかなか一段落もさせてもらえないようで、また新しい挑戦が始まります。7月15日ですよね。でも7月15日が終わると次私の生誕祭ライブがあるんですよ。まあ、9月なんですけど、そこも Spotify OIST さん東京の1500人ぐらいかな、そこもまたそうなんですよ。でも絶対にモブはチケット取れないよみたいな、抽選だよってなろうと思ってますので、 SNS も頑張りたいと思います。でもなんか無理に頑張っても伸びないなっていうのが最近分かったから、モブが楽しみながら SNS も上げれるように頑張りたいと思います。ただの宣伝じゃん。肌荒れしすぎて初めてショコラ BB の錠剤買ったわ役付けの1ヶ月でしたわ、ショコラ BB あとロキソニン今日はね、放送部のね友達とね4年ぶりに会うんかな。完成しましたということで、もう何もかも低気圧のせい。そうだから、みんなも辛くても大丈夫、頑張らなくても大丈夫だって、全部低気圧のせいなんだもん。それでは行ってきます。